限に存在する幾多の世界があった。その中に一つ、紅蓮に輝く特異な世界がある。それは大崩壊を経て神魔霊獣が跋扈する七階においてもひときわ輝いて見えたという。はるか昔、王が故国から持ち込んだ力と新たなる秩序はその地に大いなる発展をもたらした。彼がどこから何のために来たのかは歴史の闇の中である。しかしいつの頃からかその世界の輝きを見た者はいなくなった。ひとえに混沌に飲み込まれたとささやく者が多い中、その暗闇の中で一点の灯火が瞬いていることに気づく者はいない。
だ。行け。もうこの世界は終わる。私もそろそろ生誕祭の日が近く。あっ、にゃにゃにゃ。もう、もう、収まったじ。最近多いじ。ああ、珍しいこともあるもんだ。この辺りで地震なんて初めてなんじゃないか。何事もなければいいじか。もうやるよ。もう。おお、おい、何かあったのか。この世界が目を覚ましたのだじ。
者よ。帰還を待っていた。ここは世界の狭間、現実を構成する真の姿があるべき場所だ。安住な、我は主と契約せし者。この時が来るのを待っていた。主の一部は我の中にある。今それを返そう。それは記憶。あの日自ら砕いた一部でしかない。だが我が保持しているのはそれが全てだ。全てを紡ぎ元へ戻るには、我と同じかつての同胞を呼び覚まさねばならない。主よ、ここには無限に存在する幾多の世界がある。それら世界の根幹をなす奇跡の力こそアルカナストーン。その力は今もなお主の中に眠っている。紅蓮に輝くその瞳はロードたる証し。しかし主は今その多くを失っている。それは古よりの戦いの結果だ。見るがいい。この無数の世界の中で闇に飲まれ消えゆくもの、あれこそ全てを滅ぼす元凶、混沌。それは我らが世界をも侵そうとしている。アルカナの力を取り戻すのだ。その力が我ら同胞を呼び覚ます。長年の再会の名残惜しいが、再び混沌に侵される前にこの屈辱より解放を。王よ、アルカナの王。